皆さんおはようございます。ベンジ満載です。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日は2年生常用漢字の帰るですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては頭の高さ、足の高さが違いますね。特に下の方が隙間が空いているので、カタカナのりは上下巻の中央よりも少し上の方に細長く書いてください。あとサイズ感が結構大事ですね。上のカタカナの世は上下巻の4分の1ぐらいですね。これが大きすぎても小さすぎてもダメですね、はい、下の幅という字のこの上の部分、これもだいたい4分の1、ふっくらしてる部分がちょっと超えてますけどね。はい、サイズ感大事になってきます。それではまず頭少し下がって、でさらに下がってですね、斜めに押さえてまっすぐ、少し上がって斜めに押さえて、最初まっすぐで後半のの字のようにさらりと払っていきます。これものの字やりすぎてもやらなさすぎてもノリのバランスが取れませんので、ちょうどいいところを狙ってくださいね。で頭少し上がります。で今日のお手本はふっくら右肩下がりで書いてますが、別にまっすぐでも結構です。で右側をつぼめて感覚を揃えて、少し右上がり、少しふっくら右上がりで閉じながら、ここを少しつぼめた分ちょっとはみ出してくださいね。でこの世の下、こことここ2つの隙間似てますね。だいたい同じでいいと思います。ここはここの隙間で合わせて、ここはここの隙間で合わせてくださいね。広すぎても狭すぎてもかっこ悪くなります。次ここですね、左側、これある程度長く書いた方がかっこよくなると思います。短いよりね、少し長く、でふっくら右上がり、でここぶつかりやすいので、上の世に対して左右対称ではなく右側の方が少し長いですね。ちょっと長めに書いて鋭角にピッと、でさっきも言ったようにここと隙間を合わせてですね。で下の字は上の字のようにこんなにつぼめずに、本当に微妙ですね、微妙につぼめてください。いいでしょうか。こちらは少し反らせるような感じ、こちらは外に膨らんでるような感じでつぼめていきます。で次に向かって跳ねる、なんとなく跳ねないでくださいね、これ向かってませんもんね。で最後斜めに押さえて上にくっつけてですね、斜めに押さえてまっすぐですね。いいでしょうか。この差短いとかっこ悪いですね。ある程度の長さで書いてください。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。